101010107。おはよう大木、今日の仕事の調子はどう？順調？近頃は忙しいの。頼み事があるならさっさと言いなさい。どうしてわかるの？と聞こうとした瞬間に私の肩書きを思い出し納得して口をつぐんだのよね。これ式のこと。私は毎朝公務を始める前に日々起きる問題について一気に十数回ほど占うの。結果は往々にして正しいわ。今日の占いで面倒事が起きるって結果が出たのよ。官と剣の間に家将の道引きがある。それに対する旧官の陣の解読結果はこう。藩士曰く、早飾る客三人来たり、計すれば終わりは吉。計すれば終わりは吉。へえ、旧館の陣ってば、そこまで気遣いのある占い結果を出してくれたんだ。うちらってば、朝からぬ縁があるみたいだね。実はね、大木が旧館の陣でカフカの過去を占うところを見て、うちも似たようなことをお願いしたくて。なるほどね。陣で過去を復元し記憶を蘇らせたいと。理屈はわかるけど、旧館の陣にそれができるとは限らないわ。はあ、やっぱりそう簡単に行くわけないよね。カフカの時とは状況が違うでしょ。大牧師の重機を誤解しないよう原理を詳しく説明させていただくわ。旧館の陣は人の記憶を蘇らせたりはしない。あれは情報を収集して未来を推定するかのように過去を推定するの。思考士の者が事件の証拠を集めて現場を再現するのと同じよ。過去を推定するための素材は過去と関わりのあるものでもいいし、当事者の記憶でもいい。でも美月の場合はカフカと違って過去の記憶を持っていない。私は医学に精通しているわけではないけど、幸いにも本をたくさん読んでいるわ。記憶喪失の原因は2つある。何かしらの理由で記憶が脳の奥深くで眠っているから呼び起こせないか、ある種の手段でその記憶を脳から消したか。一体誰？うちにそんなひどいことをした人。美月がどっちに当てはまるのかは旧館の陣で試せばわかるわ。それじゃあ推定に必要な素材から用意しましょう。美月の記憶はもう当てにならないでしょうから、旧館の陣をより精密に動かすために過去の経験と関係あるものを用意してほしいの。何でもいいわ。準備ができたら旧館の陣の中心に来て私を探して。過去の経験と関係あるものって大木が言ってたよね。何を用意しよう。先週で買ったお土産とか。浮世一回路、価格の争いか。
過去と関係のあるものは用意できた？七死人として旅をしている間にそれらしきものは結構たまったと思うけど。確かにこれまでの旅でいろんなものを貯めてきたけど、どれにしたらいいかわからなくて。あ、これはうちが列車に乗った証だよ。車掌さんが自ら手渡してくれたチケットなんだ。請求列車に関する記憶？行けると思うわ。仕事関連のものね。問題ないわ。あ、これはベロブルグの地下で拾った戦利品だよ。キラキラしてて綺麗でしょ。こんなに綺麗な鉱石が危険なわけないじゃん。光る宝石に対する少女の熱意、わかるわ。これは泉州で出会った美しい思い出だよ。何も言ってないじゃない。ふん、私は欲しいもプルプル派だけど。それだけなの？できれば記憶を失う前のものを渡してほしいんだけど。待ってよ、覚えてないんだから記憶を失う前に手に入れたかどうかなんてわからないでしょ。おかしなことを言ってるように聞こえるのはわかるわ。けど過去を推定するのであれば、その素材が必要なの。もう少し考えてみて。記憶を失う前、つまり列車に乗る前。ごめん、姫子の話によると拾われた時のうちは丸裸で氷に封じられていて、まるで赤ちゃんのように何も持っていなかったんだって。って言ったら次のセリフはこうでしょ。じゃあ氷は残ってる？残念でした。拾われてすぐあの氷は溶けてなくなっちゃったの。確かにすごい冴えてるね。記憶を失う前から持っていたものといえば、六層氷を作り出せるこの能力かな。今氷を作り出したら大木の要求を満たすことができそうだね。いいでしょう。人を使わせてこれらをジンの元に送るわ。美月は準備ができたら中心に行って。
推定はいつでも始められるから。さあ、こちらの準備は整ったわ。美月はどう？多分大体おおむね準備できたと思う。どうか気をしっかり持ちなさい。全ての記憶によみがえる価値が、もし向き合う準備ができていなかったら、推定はいつでも止められるから言いなさい。好意があだとなってお前を傷つけたら嫌だもの。大丈夫、ここまで来たんだし、毒を食らわば皿までだよ。いいでしょう。ならばこれから大炎休館の陣にお前をつなげる。陣はお前の記憶を読み取り、己の過去を思い出せるよう手伝ってくれるはずよ。記憶を塞いでいる関所まで遡れば、陣は既存の情報を利用して推定を始める。つまり存在したかもしれない過去を紡ぐの。分かった、この子も一緒に行ける？悪いけど彼を連れて行くことはできない。休館の陣は美月なのかを中心にして演算するの。彼の存在は不必要な情報を増やすだけなのよ。つまり休館の陣が構築した記憶の宮殿で頼れるのは自分だけ。安心しなさい。陣の外にいる私はいつでもお前と交流できるから。できることに限りはあるけど、遡る過程でお前に干渉できるわ。始めましょう。休館の陣はお前の過去をたどり、それらを再構築した。目の前の空間こそがお前が提供したものを素材にして作り出された情景よ。美月、気分はどう？まあまあかな、大した問題はなさそう。丈夫なのね。陣の影響を受けた時、多くのものはあまりの情報量に流されて一時的にめまいがするのよ。
きっと幻覚だよね。目の前に不幻が二人もいるなんて。幻覚じゃないわ。一人は私の投影よ。これでいつものように会話ができるでしょ。もう一人はお前の過去の中に存在している私よ。なるほど。これはいつの出来事かな。ここは確か医者市場だよね。多分探偵師に攻め入った時のことでしょうね。本当に信じられないんだけど、あの時は広場中が運気群だらけだった気がする。何しろ旧館の陣が推定したものだから、多少の歪みが発生するのは仕方ないわ。でもここまで大きい揺れが生じるなんて不合理ね。あちらの不幻と話してみて。あの大木が何て言うのか聞いてみましょう。スバローグ。スバローグ。不幻、人違いよ。もう一人。不幻、不幻だよね。正確な災いを解決するには先にこの問題を解き明かさなければならない。問題の鍵は何なのか。通常なら問題の鍵を握れば他の全ては自然と解決する。性格が剣木を蘇らせた。それによる結果は誰も予想できない。個人曰く、災いは服のよるところ、服は災いの伏すところなり。天候には常あり。家福を占いに今は神通力を持つこの身こそがラフを救える。ダラダラと何を言っているのかな。大木ってばこんなことを言ってたっけ。全然記憶にないんだけど。どうやらお前の中の私はこんな風に長たらしい無駄話をする人間のようね。そんな、うちの目に映る大木は全能で超人的な存在だよ。この経験が歪められているのは確かね。でもそれを構築している素材はお前の記憶よ。その点に関しては間違いない。つまりお前は無意識のうちに私の話を早口言葉と思ったってこと。それは大木様のお言葉がどうにも理解できなくて。まあいいわ、怒ってる場合じゃないし。推定した経験が歪んでいるのであれば、その要素をいちいち取り出して正すしかない。でないと先に進めないわ。複雑だね。聞いてるだけで脳が伸びちゃいそう。もっと簡単に説明してもらってもいい？はあ、さあ矢をつがえてあの不幻を射抜きなさい。この一種で十分。そうよ、一体人事なす。総理、世を注が。
とし。びっくりした、急に戦闘シーンが始まるんだもん。どれどれ、ここには天雲と幼児ちゃんと将軍とあの子がいる。まさか彼ら全員と戦うことになるの？大木はさておき、ケーゲンには勝てっこないよ。大木はさておきですって？ここを歪めている干渉要素は一つしかないはず。つまりここにいるはずのない人物よ。それってこの人たちの中から一人選んで干渉を取り除けばいいって話だよね。そうよ。お前の判断を邪魔しないよう私の投影をなくしておいたわ。私の声が聞こえるのであれば見守っている証だと思いなさい。さすが大木様、頼りになる。無駄話大会優勝者という素敵な私の印象をこの頼りになる姿で上書きできるように祈っておくわ。一体誰だろう、いるはずのない人は。将軍？ケーゲン将軍？ケーゲン！ムカつく！立ったまま寝るなんて。こんな人もいるんだね、世の中には。紛れもなくお前が無意識のうちに将軍に対して変な印象を持ってしまっただけよ。兵士に攻め入った時、将軍は現場にいなかった気がする。どうやら将軍がこの経験を邪魔してる根源みたいだね。美月なのか。うわあ、急に起きちゃった。今の自分の生活に満足できていないのかい？結構満足してるんだけど。ならばよ、一体人事はなす。疾風のごとし。この一種で十分。排除する。天をつく。これは何かしら。これなら知ってる、ベロブルグの鐘つきだよ。待って、どうして鐘つきが衣装市場に？どうやら一つの経験に他の経験の部分が混ざったようね。侵入してきた異物のようなものかしら。異物？聞いただけでもまずそうじゃん。手術で取り除く必要があったりしないよね？その必要はないわ。逆に旧館の陣が干渉を排除した証だと思うの。ほら、無事もう一つの経験へと至ることができたじゃない。叩いてみなさい。
あの経験に移動できるかどうか試しましょう。ベローブルーク、星図の記録でその名前を見た覚えがあるわね。先週の貿易航路にはたくさんの類似した星があったけど、残念なことに半物質レギオンの出現によってどこも連絡が断たれているわ。そうだね、ベロブルグは雪に覆われた週末の古城だから、いろんなところにこういった金付きが置かれているの。じゃないと人は生きていけないんだ。それじゃ外出しない大木に三月七日がベロブルグを案内するよ。そういえばまだ実際に金付きに触ったことはなかったな。いつも焼けて真っ赤になってるから、触るとうちの柔らかい肌がカリカリになっちゃうかも。大丈夫よ、ここは記憶空間だから。現実世界で火傷を負ったことがないなら。現実でケーゲンにぶたれたこともないけどね。うるさいわね、触りなさい。ひひひ、引っ張らないで。あっちちちちち。もうすごく暑かったんだから。現実で起きなかったことだから暑くないって言ったじゃん。やけどを負わないと言っただけよ。暑くないとは言ってないわ。暑いという概念を理解しているのであれば、記憶がおのずと感覚を補足してくれるの。これがベロブルグ？全然寒くないわね。寒え、大木は大丈夫なの？こっちは寒くて震えてるのに。多分本当の寒さを体験したことがないからでしょうね。まあラフでの過去なら私も一緒に経験したことがあるからお前の助けになれたけど、ベロブルグでは自分自身で干渉の源を区別し異物を引き出すしかない。分かってる、うちに任せて。そうそう、お前に聞きたいことが一つあるの。ものすごい苦痛を味わったことはある？え？ないはずだけど、どうして急に？人は時々苦痛から逃れようとして意図的に極端な記憶を忘れる。お前自身も気づいてると思うけど、ラフでの記憶の中ではお前が出会った人全てが思い出さないようになだめたでしょ。無意識のうちにお前が自身に語りかけているかのようにね。もちろん外部による干渉の可能性もあるわ。誰かがお前に暗示をかけあることを思い出すのを防いでいるとかね。うちわざわざ記憶を思い出さないようにされるほど重い。何も覚えてないんでしょ。うん、ここでもう一度確認させて。外部からの干渉って言ったよね。じゃあなおさら探索しなきゃいけないじゃん。うちの記憶を封印した悪者がいるかもしれないのに。行こう、ゲーテホテルは。私もますます。この経験はうちらが初めてベロブルグに到着した日だよね。美月さん、ようこそ散歩ホテルへ。ホテルの警備員がフル装備だなんて。いやいやいや、ジェパードはシルバーメインの受衛官だよ。例えるとラフの運気軍隊長。なるほど、意外じゃないわね。人はつい合理的なものを求めるから。美月さん、何か用でも？何もないのな。それと一言言わせてもらえば、過去はもうさ。なんというかジェパードが言いそうな言葉だね。ゲーテホテルのお茶は本当に絶品。特にこの林縁春は、昔一人の剣奏者がサンゴの力で。林縁春は泉州のお茶でしょ。
多分うちが脳内保管したものだと思う。ベルブルグでメイちゃんを飲んだ覚え。苦い。苦いほど体にいいの？苦いものは苦いのよ。苦いほど体にいいとか言って自分を騙すのは。ベロブルグにはこんなことわざがあるの。苦中の苦味を味。なんだか経験がどんどん道を外れてきた気がするわ。はあ、無意識状態のうちには作家の才能がないみたい。おそらく意識のある状態でもないと思うわよ。反論できない。ようこそいらっしゃいました、ナノカさん。散歩ホテルはかつてゲーテホテルと呼ばれていました。ですが幸いにも依然として最高級のサービスを維持しています。ちなみに散歩ホテルのキャッチコピーは過去を振り返らず未来を見渡せです。個人的にはナノカさんにこの子の言葉は説得力がある。これもうちが無意識のうちに考え。お久しぶりです、美月さん。ようこそ散歩ホテルへ。散歩ホテル？ゲーテホテルじゃなかった？以前はゲーテホテルでしたが、今は散歩ホテルです。歳を取りすぎたゲーテはこれほどの規模。誤解しないでくださいよ。うさんくさいことなど一つもありません。一人の見てください。僕もゲーテも過去の思い出ではなく未来を選択しました。あの青髪のやつ、口を開くと不気味な毛。さすがケーガンの持ち主だね。久しぶりだね、ゼーレ。あら、ミツキじゃない。お久しぶり。列車は振り向かなかった。振り向かずに星空の端へと走っていった。ミツキなのか。振り向かないで。あ、わかった。どうしてお前の記憶の中ではうちも変だと思う。あ、うちらはベロブルグに到着した次の日にシルバーメインに追われて、つまりゼーレはこの記憶にいちゃダメな人。干渉を取り除きましょう。やっぱり。え、いや、そう。答えないで。後ろめたさを感じないで。わかった。じゃあ人事なす。総理、世を注が。剣を突く。この一矢で十分。さあ、飲む。これは？どうやらこれが異物みたいだね。多分これから思い出す過去はあの子とは。惜しいことに最後の最後まで雪国の絶景を見られず、旅館の広間で時間を。ホテルで気持ちよく一眠りしたら指名手配犯になってたから、印象深かったのは事実だよ。じゃあ次の駅。お前さえよければいつ。よかった。こんな。美月、しっかりしろ。え、急ぐって。フゲン、それは誰だね。はあ、何の。ついてこい。アスター所長曰く前の部屋に性格が保管されているらしい。レギオンもきっとあれに興味を持つだろう。タンコ消えた。大木聞こえる。どうしよう。フゲンがいなくなるとそわそわするね。ミツキ、今より一層確信したわ。お前の記憶は。仕方ない、ここからは自分。ナノ、もう過去をたどる必要なんてどこにある。忘れたってことは元から重要な記憶じゃなかった。ナナシビトは列車に足を踏み入れた瞬間から生まれ変わる。探索して開拓しよう。
振り向くことで。もうやめて。あんたはあの子じゃない。あの子はこんな風に迫ったりしない。誰だか知らないけど、今すぐ消えてどいてよ。ジンズナス疾風のごとし、大したことないわ。気をつけて天をつく。この一矢で十分。総理、世を注が。どんな結果であろうと俺が背負う。この者の座標は宇宙ステーションから心拍、脈拍ともに弱いな。ここはあの子と初めて出会った時の。あんたは誰？覚えてないんだけど。私はガーデンオブリコレクションのメッセンジャー美月。どうか過去をたどろうとするのをやめてほしい。休館の陣を離れて現実へと戻って、過去に。離れるべき人はあんただよ。うちは絶対に諦めない。ガーデンオブリコレクション、流行天君の人間。お前が私この子相手に何を企んでいる、何を考えているかは知らないけど、そんな風に他人の記憶を奪い愚弄する、私が決して許さないわ。はあ、非常手段を使うしかないみたいだ。美月、これからちょっと不機嫌になるかもしれないけど、私自らがお前の記憶世界に入り阻害するものを排除するわ。ジンズナス疾風のごとし、ガールから離れろ。ユキコ大丈夫？ユキコ大丈夫？ガールから離れろ。ユキコ大丈夫？殲滅開始。天を突く。ベキカ、ベレシコ、ベレシコ、さあ、ベキカ。大丈夫。音量転換。ガールから離れろ。隠れろ。助けてスバローグ。この一矢で十分。疾風のごとし。なってくれてありがとう、フゲン。面倒を見ると約束したでしょ。それに私はヘンチテン君の恩恵。さっきの人、自分をガーデンオブリコレクションのメッセンジャーだって言ってたね。ガーデンのものにもそれぞれの思惑がある。それでここが請求列車なの？どうやらもうすぐ最初の経験にたど、自分が発見された場所を。あの時うちを封じていた氷は今住んでる客室に置かれていたような気がする。ならばこの車両を通って。タンコ、俺たちでこの氷の封印を解くぞ。まだ中の人間を救えるかもしれない。気をつけてね、彼女を傷つけないように。ああ、分かっている。パム、救急箱を持ってきてくれ。おう、今行くぞ。これは列車に拾われた時の記憶かな。でも覚えてないはずなんだけど。どういうこと？また最初のところに戻ったの？
あのメッセンジャーの仕掛けでしょうね。振り向かず前へと進め、振り向かず前へと進め、振り向かず前へと進め。進もうとするお前の邪魔をしている。もしかしたら交代することで過去を。振り向かず前へと進め。やっとわかったよ。邪魔者の言葉にさ、お前がこの門を開けた瞬間に旧館の陣を動く準備ができたら。も、なんでうちの部屋がまだ片付けてないのに笑われちゃうよ。お前の部屋？部屋の中にあるのは氷？それはもともとそこにあった調度品なの？氷？つまりこれが異物。どうやら私たちの探索の旅はとうとう終点にたどり着いたようね。うん、取り戻したい。大木？大炎旧館のジンが推定を始めたんだ。彼女は今手が離せない。またあんた？うちの過去とあんたに何の関係があるっていうの？どうしてうちの邪魔をするの？どうかガーデンオブリコレクションを信じてほしい。私は君を守るために行動している。そんなに自分の過去を知りたいのならついてくるといい。私が君の始まりを見せてあげよう。もうこれ以上のものは求めないで。どうか私を信じてほしい。どうか。あれは決して甘美なものではない。ここが君の始まり。ここから君は一度きりの人生を広げ、唯一無二の冒険を経験。それ以前の出来事は君にとって無意味だ。羽ばたく鷹がかつて落ちた崖を恋しく思うことはない。帆を上げた船が格座した瀬戸を恋しく思うことはない。そして君も我が子。けれど君が今経験している全てもお別れの時間だ。記念に贈り物を渡そう。やだ、待って。フゲン、どうして途中で止めたの？うん、ちょっと苦しいだけだから。旧館の陣は先ほどの一瞬で動きを止めたわ。美月があの氷に触れた瞬間、私はお前を観測できなくなったの。ちょっと説明しづらいかも。なるほど。あの謎の人物は確かに流行天君の使者なのね。それって不利？うちの過去に関わりがあるのは記憶の暗用不利？いいえ、まだ断言はできないわ。ただとある暗用がお前の記憶を封印した可能性が。もしかしたらメッセンジャーが言う守るとは、お前の記憶を封印した張本人が流行天。そこまで悲観的にならなくても大丈夫だと思う。どうやらお前の記憶を取り戻すという行為は
大炎休館の陣の能力範囲を超えてるようね。大丈夫だって、大木が喜んで協力してくれたことだけでも。あ、そうね。でももし他に用がないのであれば。じゃあうちらはこの辺で失礼するね。浮世一回路、価格の争い。